Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bermain Genshin Impact ya. Di sini gue mau jelasin kalau untuk story karakter udah selesai semua ya di Fontaine. Jadi ini kayaknya gue bakal ke Archon Quest. Kayaknya sih gue bakal balik lagi ke Sumeru. Nanti habis Sumeru Archon Quest kelar, baru kita lanjut story questnya Chaino sama Emily gitu ya. Oke, nanti gue kelarin Chaino dulu deh, baru Emily ya. Langsung gas kita. Kelarin story quest Archon Quest yang terbaru tuh, yang aktif kan nggak sih? Oke, aktifin, masukin mode fokus. Nah, kita fokus ke lain questnya. Oke, kita balik ke Sumeru. Sudah lama kita nggak pergi ke Sumeru guys. Kita ke Sumeru itu waktu event yang kemarin tuh ya, event ke dunia lain. Kita ngobrol sama Catherine ini nih. Ini dirasuki nggak sama si Nahida? あなたたちにしか頼めない依頼を預かっておりまして、ちょうど連絡しようと思っていたところなんです。オイラたちにしか頼めない依頼？ もしかして魔人級の依頼ってやつか? Sejak kapan ada kategori gitu? Boleh bisa mau gulung Archon yang mana nih? 冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。内容はただの人探しですから。 じゃあ、なんでオイラたちにしか頼めないんだ?はい、この間積まれた依頼を整理していた時にたまたまこの人探しの件を見つけまして、一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には名高い冒険者さんたちもいました。冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、 ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。もちろんオイラたちのことだな。Si Paimon dipuji dikit ngembang kayak balon. お二方はこの依頼の最後の希望です。 もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。 じゃあ早速教えてくれ。一体誰を探したらいいんだ?そもそも、なんでそんなに難しいんだよ。この人探しの依頼は、イマラ村の方々が共同で出したものです。伺った話によりますと、ある村人が失踪したとのことですが、依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ、失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。え? 同じ村の人なのに名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろ。もしかしてそんな人物花から居なかったってことはないか。それか誰かのいたずらだったり。いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、 あの表情と話し方も冗談を言っているようには思えませんでした。依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットもありません。いや し、 姉ジョーが。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村の方々から直接情報を得た方が信憑性も高いでしょう。 任せとけ。早速出発しようぜ。いろいろ話を聞いてたらだんだん気になってきたぞ。Okay, pergi ke Vimara Village. Jauh banget, repot. よし、リマラ村に着いたな。まずは田舎。
村人たちに聞いて回ろうぜ。最も困難な依頼を成し遂げるにはまず事細かに情報を集めるとこから始めないとな。いらっしゃい。何かお求めで？私はここ一帯で商売を。ああ、いや、オイラたち用事があってここに来た冒険者なんだ。さっきキャサリンのとこでビマラ村の依頼を受けて。ああ、その件か。はあ、わざわざこんなところまで足を運んでもらってすまないな。正直に言うと、ここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気に満ち溢れてたが、結局すぐ諦めて帰ってしまったからね。耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。それなのに何の進展もなかったんだ。じゃあそいつの名前は？もともとどこに住んでたんだ？あとそいつの家族は？知らない知らない知らない。そんなに答えたくないのかよ。ああ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな。ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけだよ。Jadi intinya kamu nggak tahu lah ya, percuma ditanyain lagi sih. Ya kira-kira apa yang kalian tahu dan bisa dikasih tahu ke kami nggak? 知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しろこれまでビマラ村で共に暮らしてきた仲間だ。一緒にいろんなことをした記憶だってある。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。あるいは昔は知っていたが今では誰も覚えていないと言った方が正しいかもしれない。いずれにせよ村のみんなで情報を交換し合った上でこうなんだ。分かったよ、そういうことにしとくぞ。じゃあそいつってどんなやつだったんだ？ああ、確か20代前半の青年だったな。いつも熱心に人を助けていて優しいやつだった。うちに客があまりいない時はたまに雑談の相手になってくれてね。それに助けを求める人がいたら我先にと急いで駆けつけてた。実に面白いやつだったよ。結構そいつのことが気に入ってるんだな。そいつの話になった途端表情が柔らかくなったぞ。そりゃそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。でなきゃ集まって冒険者協会に依頼を出したりしないさ。今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。なんで急に姿を消したんだか。危ない目に遭ってなければいいが。もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いやそれはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても引っ越しなんて大掛かりなこと村の全員に隠し通せるわけがない。うん、確かにそうだな。情報ありがとな。他のやつにも聞いてみるよ。無事でいてくれればそれでいい。どうかあいつのことを見つけてやってくれ。頼んだよ。よー、ちょ、ちょ、やばいよ。Mantu. Ha, kazeyo, chire. Oya, kyakujin kai? Konnichiwa. Amadia-ji-chan, oira tachi Bimara mura ga dashita irai wo ukete kitan da. Oh, sou datta ka. Gokurou-san. Konna tokoro made kite moratte moushiwake nai no. Dou ka?あの子を見つけてやってほしい。うん、オイラたちいなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど、知ってることを教えてくれないかな。ああ、もちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。
わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だが、こうしてあの声が聞こえなくなると、心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でも、あの子が寂しそうにしてたことは一度もなかった。それどころか、いつも率先して他人の孤独を和らげようと誰かの相手をしておったんじゃ。一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、村の孤児の遊び相手になってあげたりとな。それから誰かが辛い目に遭えば、あの子はその話を聞いておった。人を慰めるのも上手じゃったよ。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのは本来わしの役目の一つじゃからな。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなくわかったぜ。本当に優しいやつだったんだな。でも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか？はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があってもわしだけは覚えておくべきだったというのに、年を取ってしまったからなのかもしれん。どうしても思い出せなくてのう。ああ、無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。オイラたちで何とかするからさ。旅人、お前はどう思う？Ini bukan kasus orang hilang biasa. Banyak sekali keanehannya. Tanah, Oira mo so omou zo. Ikura nan demo namae o oboeteru hito ga inai nante okashi sugiru shi. Jūshō mo kazoku no jōhō mo nai. Marude kono sekai kara kiechatta mitai da. Kalau aku kira dia ini cuma sosok yang hidup di ingatan orang-orang deh.それってつまりこの世界から消されたんじゃなくて、そもそも存在しなかったってことか？ちょっと待ってくれ、おいらこがらがってきたぞ。記憶の中にしか存在しない人？あなたたち、ビマラ村に来たばかりの冒険者さん、もしかして依頼を受けて来てくれたの？おお、そうだぞ。今失踪事件の調査をしてるところなんだ。よかった、まだ諦めないでいてくれて本当にありがとう。冒険者協会が依頼のキャンセルをしてしまわないかずっと心配してたの。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。そのどうか諦めずにこのまま調査を続けてくれないかな。Kami pasti bisa temuin orangnya, diusahakan ya. Oh, so simpai shinai de kure. Tokoro de, Atossa wa shissou shita yatsu no koto wo yoku shitteru no ka? Nanika tegakari wa? Tegakari tte ieru ka dou ka wakaranai kedo, issho ni kite kureru? Aru basho ni anata tachi wo tsurete ikitai no.Pergi ke tempat yang ditunjukkan Atossa. Ya. Kazuyo. Kazuyo. Ambil dulu lah. Kabur.場所って、うん、他と大差なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。よくこの木の下で話してたんだ、私たち。雲を見ながら風の流れを感じて、
つい時間を忘れてしまうなんてこともしょっちゅうあった。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをレンジャーが見つけてくれたので、ビマラ村に引き取られたんだ。みんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。でもやっぱり当時は寂しくって。寂しい？なんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが心の中に湧いてくるの。でもそれを誰に話したらいいのかわからなくって、そもそも誰かにこの気持ちを話していいのかどうかすらもね。みんな自分の暮らしがあるし、心の中打ち明けるのって時に迷惑になったりするでしょ。Aku paham sih, biasanya yang itu yang kita ceritain sama keluarga. Anata mo so omou? Soalnya aku pernah punya saudara yang bisa diceritain apapun, kapanpun, dan dimanapun gitu. Tapi sekarang ada gantinya. Aku punya banyak teman yang mengerti diriku dan mau mendengarkan kalau aku perlu curhat. Sokka, nara yokatta. Hontou ni urayamashii.私にとってね、彼は家族であり、そして自分を理解してくれる友達でもあったの。どんなことでも彼になら遠慮せずに話せた。あの人は純粋で気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら話を聞いてくれてた。退屈そうな顔は一度だって見せたことない。そう、まるで自分自身のことを聞いてるかのようにね。失踪してからも話したいことが山ほどあって。ううん、それはもういい。彼にもう一度会えればそれだけで十分。二人は本当に仲がいいんだな。じゃあそいつ自身のことで何か教えてもらったことは、覚えてることは何かないか。そうね、彼から聞いた話のほとんどはビマラ村で見た面白い出来事とか思いもよらない空想じみたことだったから。そうだ、前にあなたの両親はどこにいるのって聞いたことあるの。でも彼らはここからいなくなったって言葉が返ってきただけで、結局それが単にここを離れたって意味なのか、それともこの世を去ったって意味なのかは聞く勇気がなくって。となると、これといった手がかりはなしか。こんなに話したのに役に立てなくてごめんね。Jangan bilang begitu. Sekarang kami jadi lebih paham sosoknya. こんなにたくさん喋ったのは彼と一緒にいた時以来。そういえば、あの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ、どうしたんだ。 Selalu di jam yang sama dan waktu serasa tidak bergerak. なんだか様子がおかしくないか。アビス教団がいるぞ。まさかあいつらが何かやったのか。Yah, lawan abis match mah gampang. Kazuyo. Senin no Gokurai da. Tsurugi o ire yo. Koko da yo, kaze da. Owari de.避
豆立ち去れ。そうですさ。ありがとう。まさかこんなところにまで魔物が現れるなんて。あなたたちがいなかったら今頃大変なことになってたかも。これくらいわけないぜ。Pertanyaan adalah ngapa habis order di sini? そういえば、確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが前より活発になってるみたい。ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくるんだって。村長が子供たちに村の外で遊ぶなって厳しく言いつけてるほどでね。まさか本当にアビス教団が関わってるのか？念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。村の人たちが危ない目に遭ってないといいけど。待った、あれって隊員じゃないか？ん？ああ、貴様たちか。お友達？私、先に村に入ってるね。村長たちの様子を確認してこないと。またね。うん、またな、アトさん。まったく、お前ってほんと神出鬼没だよな。登場するたびにオイラたちをびっくりさせないと気が済まないのか？貴様たちがアビスを追っている限り、俺たちの道が交差するのも当然のことだ。個人の意思とは関係ない。ってことは、アビス教団を追ってここに来たってことか？アビスの魔物を倒してたみたいだし。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか？Kami memang mengikuti Abyss Order, tapi kejadian kali ini nggak sengaja sih. いずれにせよ、この地の異変には気づいているはずだ。どんなに鈍くてもな。アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。さらに言うなら、何かしらの計画を進めているはずだ。つまり、この近くのヒルチャールに落ち着きがないのも、アビス教団の仕業ってことか？いや、ことここに至って、ヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことが奴らの目的とは思えん。おそらくそれは何らかの計画の副産物だろう。でも、この件がビマラ村の脅威になってるのは確かだぞ。しばらくビマラ村に残って、ここを守った方がいいんじゃないか？無論村は守る。だがそれ以上に、アビス教団がここで何を企んでいるのか、突き止める方が重要だ。さらなる悲劇を防ぐためにもな。Ya sudah, kita tanyain warga lagi yuk. Lalu kamu juga berutang banyak penjelasan. Motoyori kisama no shitsumon kara nigeru tsumori wa nai. Anzuru na. Konkai wa jikan ga aru. Ato de yukkuri hanasu to shiyou. Naruhodo na. Sono yona irai wo uke koko ni kite ita no ka.まるで記憶の中にしか存在しない人。うん。確かに気になるな。それに、これがただの失踪事件ではないというのには同意だ。裏でアビス教団が糸を引いているかどうかは今のところ不明だが、これ以外に得られたのは、ヒルチャールに落ち着きがないという表面的な情報だけか。やはりあまり収穫はないな。Baiklah, sekarang gantian kamu tepati janji.こいつが血縁者の記憶の中で聞いた謎の声のことをな。確か、罪人だったっけ。それって、一体何者なんだ？ふぅ。旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか？Aku inginnya sih percaya sama dia. Ya, bisa dibilang begitu kan? なるほど。貴様のその言葉からは迷いを感じたが、真実が明らかになっていない今、それも仕方のないことだろう。
取り返しのつかないことが起きる前であれば、二人の関係はまだ修復できる。貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。あいつは過去に他の罪人たちと共に国を裏切り、この俺のことも裏切った。奴の名は預言者、ベズルフェルニル。口にするのさえ嫌悪するが、あいつと俺の間には血のつながりがある。あれは俺の兄だ。あいつがダインのお兄さんだって？Apa yang terjadi di antara kalian? Sebenarnya apa yang terjadi di Kaan Ria sih? 罪人は合わせて5人いる。すなわち、カーン・ルイヤの5大罪人だ。賢者、フロプタチュール。預言者、ベズル・フェルニル。黄金、レイン・ドット。極悪鬼、スルトロッチ。そして、月の狩人、レリル。俺の記憶がいかに摩耗しようと、あいつらの名前だけは決して忘れない。いつの日か必ず奴らへの復讐を果たす。今の名前いくつか聞いたことあるぞ。アルベドを創造したレインドットに、スカークの師匠スルトロッチ、そしてたった今知った、コロタールを導いてアビス教団を作らせたダインのお兄さん、預言者ベズルフェルニル。ternyata semuanya berhubungan。そいつらは全員、かつてカーン・ルイヤで大きな希望を寄せられた者たちだ。各分野の同世代を束ねる存在だった。当時、俺を含めた6人が最悪の発生を食い止め、世界の根幹を揺るがし続ける国王を阻止するという計画があった。だが、あの5人が胸に秘めていたのは欲望だ。アビスの誘惑に負けると、世界を滅ぼせるほどの力を分け合い、その手中に収めた。奴らは罪人となり、同時に超越者となった。そして世界に匹敵するほどの力を持つようになったんだ。全員がな。やがてカーン・ルイヤで最悪が起きたが、奴らは誰一人として立ち上がらなかった。俺は決してそれを許さない。setelah itu saudaraku bertemu saudaramu。 このまま放っておけば、奴らはいつか世界そのものを裏切るだろう。Pasti sulit sekali sih membicarakan hal ini. Terima kasih karena sudah mau cerita. 気にすることはない。言ったはずだ。貴様の質問から逃げるつもりはないと。それでダイン、前回別れてから何か新しい手がかりは見つかったか？はあ、あれから引き続き運命の食器のことを追っていた。すでに運命の食器、原初の計画が動き出してからかなりの日数が経っている。以前、最古の幸運期の目を奪うことでその計画の一部を阻止したが、確か魔人オセルを改造するってやつだったっけ。ああ、だがあれは技術的な実験に過ぎなかったのだろう。必要不可欠な幸運期の目を手に入れていないにもかかわらず、奴らは実験段階を飛ばして何かしらの方法で計画を進めている。何せその兆候がいくつも見られるからな。じゃあこれからどうするんだ？まだ間に合うんだよな。今最も優先すべきは、運命の食器が何に使われるか明らかにすることだ。これが分かればアビス教団の目的にもいくらか目処が立つ。現在把握している情報からすると、運命の食器はおそらく血脈と関係しているのだろう。血脈？前に旅人が見た血縁者の記憶も、あの一帯の血脈が不安定だったことによるものだ。それにここ最近アビス教団を追っていて気づいたことがある。奴らが活動した地域では血脈に問題が起こっているようだ。必ずな。Dan salah satu dari sekian banyak hal yang mengalir bersama Leland adalah ingatan. Are? Tato suruto, oira tachi ga Bimara mura de sagashiteru, marude kyoku no naka ni shika sonzai shinai hito mo nanika kankei shiteru n janai ka? その可能性もゼロではない。
明日から俺もそっちの調査に加わろう。今回の事件は確かにある種の契機になるかもしれん。またタインと一緒に行動できるな。じゃあ今日は早めに休んで、明日はもう少し遠くまで行ってみようぜ。Ketemu dan save lagi guys. Dulu mah kemarin tuh ketemu pas story-nya Calibert ya. ことが多すぎたせいで頭がクラクラするぞ。ラインのやつ難しい話ばっかするんだもんな。いや、aku juga bobonya nggak nyenyak juga sih。とりあえずラインのところに行こうぜ。今日はやらなきゃいけないことがたくさんあるからな。え、kita pergi ke dance lab。シレッハッ風よ。あれダイン、おーいダインってば。何ぼーっとしてんだよ。何かあったのか。ada apa dance lev kok diam aja apa jangan-janganMikir Paimon ini dari mana lagi? 貴様たちが話していた失踪者だが、そいつはどんなやつだ？お？確か20代前半の男の人だったよな。一体どうしたんだよ、ダイン。先ほど頭の中にあるものが突然現れた。どうやらそいつに関する記憶のようだ。昨日あいつのことを話したから夜に夢を見たとか。いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後急に頭の中にこの記憶が浮かんできた。確実に言えるのは俺はこの男に会ったことがないということ。 Baiklah, jadi apa yang kamu ingat? ああ、確かその記憶で俺は最古の幸運期の目をそいつに渡していた。はあ？ってことはいなくなった人がアビス教団とつながってるのは確かみたいだな。はあ、それにおそらくそいつは人の脳内に記憶を埋め込む能力を持っているようだ。Gimana caranya coba？それが本当ならビマラ村のみんなもただ頭の中に嘘の記憶を埋め込まれただけなんじゃないか。そいつのことなんか知らなくて。でもこんなことをしたところで一体何の役に立つんだ。今朝のこの一件でアビス教団側の状況が一つ露呈した。お？それって？奴らは依然として最古の幸運期の目を求めている。それを探すことをまだ諦めていないということだ。このような記憶を埋め込んだのも目のありかを唯一知っている俺の頭を混乱させるためだろう。Tapi matanya masih aman kan? Gimana kalau ternyata ingatan itu sungguhan? そう心配するのも無理からぬことだ。だがアビス教団にそれを現実にするほどの力はないだろう。しかし奴らの目に対する執着を見る限りそれなりの用心はしておくべきだ。目がまだこちらの手にあるか確認しておこう。二人も来てくれ。目を隠した場所に行くのか？Ayo, Dain, di depan ya. Kok kira anak ini? Oke. Berarti sini. Di dekat Casem.
Biasanya di Chasm ini tempat-tempat orang-orang yang suka ngilang, guys. Bahkan Chasm itu ngilang itu nanti tertinggal yang namanya kenangan doang, guys. Kokoni kakushite aru no ka? Tashika ni hitoke ga mattaku nai shi, kizukare nikui basho da na. Sassoku kakunin shi ni ikou ze. Mate, tabibito. Apalagi? Isogo, hairu zo. Oke, kayaknya masuk ke domain. Butuh api sama listrik. Api sama listrik mah ini aja nih. Raiden National Team api listrik. Tabiasa. Ambil artefak dulu, guys. Nige michi wa kuopa. Kaze no shira. Soko da. Kumo ga kainaku to. Kurai. Mati semua. Hak. 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 ここの仕掛けはどうやら時間の経過とともに変化しているようだ。横の扉から上層に行ける。そこで仕掛けを再起動するとしよう。Oke, ini chest loh bisa di otak atik. Ternyata nggak bisa, guys. Apa sih ini ada chestnya? Gelap banget, anjay. Baik lagi ke sana lagi. Gue harus manjat deh. Mana bisa manjat cocok. Oh ini ada tali Spiderman. Nah, chest nih jangan lupa nih. Bangun, bangun, bangun. Mikiri masuk. Atas, deh. Kaze, sopra. Kaze, kumo no yuku goto. Koko yori, jakumetsu no toki. Saatnya turun. Sebetulnya fumon wo hikari ga sashishimesu area made kaiten saseru koto de koko no shikake wo tokeru hazu da.
harus kena cahaya gitu ya. Udah enggak sih? Tobira ga hiraita na. Susumu to shio. Mezasu shuten wa mou suru da. Spider-Man, Spider-Man, where are you really now? Oh, pintu aktif. Ini kalau misalnya kita mati, misalnya spawn gitu. Oh, ini juga bisa keluar karakter guys, itu terbang yang tadi. Ini pasti ada musuh nih. Kiyotsukero, Abyss no keihai da. Hontouni Abyss kyoudan no yatsura ga arawareta zo. Ya dia air ya. Masa kalau bisa ganti sih enak. Yuko. Yori no jikan. Minna ga soba ni ite kureru wa. Mai. Sadaki no ikazuki. Momichi no. Oh, eh, gua kira ah. Inami kari, sunawachi eien nari. Ya. Ah, sai. Yosou dori, itsuwari no kiyoku wa wana datta ka. Abyss kyoudan wa ore tachi no ato o tsukete ita you da. Kore de yatsu ni au kikai mo.感じなかったか。地脈の乱れだ。ハビス教団め、また何か企んでいるらしい。お前って本当に感覚がするどいよな。オイラ特に何も感じなかったぞ。貴様たち、今から俺の言う通りに動け。あそこの仕掛けを使ってここから離れろ。なかなか手が上がんもすにりやん。やっけなあまん。今アビス教団は何かをしようとしているところだ。このタイミングでビマラ村に戻れば例の失踪者を見つけられるかもしれん。二手に分かれると考えればいい。マイクラやはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。Itu ada kita. Harus kita ketemu. Jangan pulang. あなたは自分自身と幸運気の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだから、誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ私の方なんじゃない？末光の剣、ダインスレイブ。一人で来たのか。貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか？十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことでしょう。なら私一人であなたに立ち向かった方がいいから。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は
私を倒せたらにしよう。どう？ya pertarungannya nggak diliatin guys seru tuh kalau diliatin kok tenang banget ya aneh nggak sih ochitsuki ga nai tte hanashi datta yo na nande mata otomashiku natteru nda新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ二度と苦難に思い悩まされることはなく冒涜に関する概念も区別する必要がなくなるこれを代償に魂は純粋で透明になるんだあ、聞こえたか今の声って一体Paimon denger juga. Itu tadi suara orang loh. Yasashii kuchou datta yo na. Ano koe ga Hiruchaaru tachi o nadameta no ka? Nanda ka yoku wakaranai zo. Toriaezu, toka no tokoro mo mite miyou ze. Ambil. Dia lagi tidur, kita ambilin buah-buahnya. Biar bangun gak ada makanan. Minna otonashiku natteru zo. Hora, kimi mo boku mo koko ni iru yo. Boku tachi wa hikikae ni mugen no jikan wo te ni ire, ai ni tsukusu. Kanashimi ni kureru toki mo namida wo nomu hitsuyou ga naku naru nda. Ya, periksa kondisi Hiruchaaru bukan ini berarti. Bangun woi, bangun woi, bangun woi. Acchi wo mite kure. Aitsu ra neteru mitai da zo. Soshite saigo ni kare wa sasayaku. Nemuro, chichi yo. Kokoro yasuraka ni nemuru nda. Aisuru hito tachi.再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。詩のようにも物語のようにも聞こえるな。でも少なくともHiruchaaruたちは落ち着いたみたいだ。これでビマラ村も多少は安全になったな。とりあえずHiruchaaruのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし急いでビマラ村に戻ろうぜ Bicara sama Diha Gak bisa teleport anjay Ganti karakter bisa gak? Biar gue bisa loncat-loncat Gak bisa Ganti kata pun gak bisa, padahal gue enak lo pake sengsel loncat-loncat daripada jalan kaki kayak gini Lama Kalo gak ada kata explore tuh agak malesin sih jalan kaki serius Nah ini ada orangnya Hah? Kamu siapa? Ini lot pala. Amadia-jii-chan, nanto mo nakatta ka? Kono chikaku de Abyss Kyoudan ga nanika shiteru mitai nan da kedo. Abyss Kyoudan ga? Ah, so itta hanashi wa kikan ga. Ma, nan ni seyo, kimi kakete kurete arigato. Susan,
なくともわしの感覚じゃ。今日のビマラ村はいつも通りじゃよ。そっか、ならよかったぜ。あ、そうだ、オイラたち今日村にいなかったんだけどさ、あれから失踪者に関する手がかりは見つかったか？失踪者？誰のことじゃ？誰かいなくなったのか？Tidak ingat. Waduh, makin repot nih. Omae tachi ga zutto sagashiteru Bimara mura no seinen no koto da zo. Wazawaza Sumeru no boukensha kyoukai ni itte irai wo dashita daro? Sono hito sagashi no irai wo ukete nakattara oira tachi mo Bimara mura ni wa kite nakattan da kedo. Suman no. Da ga so awaten de kure.単に年のせいで忘れてしまっただけかもしれん。少なくとも今のところお前さんたちの言うことに全く心当たりはないが、他の人にも聞いてみてはどうじゃ。どういうことだ。うん、分かったよ。邪魔したな、アマディアじいちゃん。絶対おかしい。昨日アマディアじいちゃんと失踪者について話したのに、今日になっていきなり忘れるなんてありえないだろう。お前はどう思う？あ、まさかビマラ村のみんなが失踪者の記憶をなくしてるってことはないよな。terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita tanya orang lain dulu deh. そうだな。こんな状況になった原因は他にもあるかもしれない。別の人にも話を聞いてみようぜ。Nanya-nanya dulu, soalnya kakek itu kadang orang tua tuh suka pikun gitu, suka lupa gitu. Nanya yang lain aja. Da-da-da.失踪者？誰のことだ？やっぱりこうなるのか。お前が褒めてた青年のことだぞ。よく話し相手になってくれたって教えてくれただろ。20代前半の熱心で優しいやつだって言ってたじゃんか。おお、誰のことを言ってるかなんとなく分かってきたぞ。私が今の若者をそう高く評価することはめったにない。そこまで褒めたということは彼しかいないだろう、間違いない。だがなぜ失踪したと。Oh, nggak hilang. Apa janjian ini gue ke masa lalu kali? Kamu lihat dia baru-baru ini. Kamu tahu dia kemana? 彼ならさっき他の人と一緒に村を出ていくのを見たぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。Ya, pergi bareng orang. Okashi na. Baharamu wa mada shissou shita hito no koto wo oboete ta zo. Shikamo sakki mikaketa tte. Ha? Moshikashite kiyoku ni mondai ga aru n janakute shissou mae made oira tachi ga time slip shita tte kanousei wa nai ka? Benar kan kata gua? Balik waktu kan, pergi ke masa lalu kita.Bisa time travel ya kita ya. Kayaknya sih ini cuma mimpi deh, mimpi ingatan sebelumnya. Kita lagi mimpi. Ya nggak sih? Orang-orang sudah lupa soal si orang hilang. Enggak sih, kita kembali ke masa sebelum dia menghilang. Kita sedang ada di dalam ingatan seseorang. Pasti ini. Kiyoku no naka ni shika sonzai shinai hito. Ore tachi wa ima dareka no kiyoku no naka ni iru nja.オイラたちが誰かの記憶の中にいるだなんて。そうだぞ、なんでオイラ血脈の乱れのことが頭から抜けてたんだ。お前が前に血縁者の記憶に入ったみたいに、オイラたちも今
誰かの記憶の中にいるってことか。それに本当にその通りだったら、ここの時間があいつの失踪前だってことにも説明がつくな。だって記憶の中なんだから。 Kalau kita berada di ingatan seseorang ya berarti ini kesempatan kita untuk nyari dia. ああそうだな。記憶の中にしか存在しない人、やっとそいつの正体をつかむチャンスが来たぞ。でもさっき他の人と一緒に村を出たってバハラームが言ってたよな。どこを探せばいいんだ。血脈の乱れがいつまで続くかわからないし、間に合わない可能性もあるぞ。そもそもここが誰の記憶の中かってことも分かってないし。Coba rangkum apa yang kita sudah tahu sejauh ini. Oh, ini toko それが一番効率のいいやり方だもんな。この前、オイラたちは失踪者に能力があることを確信した。それは menanamkan ingatan ke benak orang lain. そう、それだ。その能力をもとに考えていけば、例の失踪者に近づく手がかりを見つけられるんじゃないか。例えば、その能力の欠点とか。Waduh, kelemahannya apa sih? Gua lupa, cuy. Gua tadi kayaknya baca cuma nggak tahu perhatiin. Pokoknya kalau diingatan, aku ingatan palsu sih nggak akan dia akan berubah. Ingatan palsu mungkin mau dilupakan nggak sih? 実際に経験した記憶と埋め込まれた記憶ではどうしても差が生じるはずだ。いや、ダメだ。特定の記憶を忘れたのか。これ lupa berarti nggak pernah terjadi. Ah, ini yang benar nih kata gua. 記憶の中で時間が流れたら元の記憶との間にズレが生じてしまうかもしれない。違和感に気づかれる可能性も一気に高くなるはずだ。なるほど。通りで空の色がずっと変わらないわけだ。ここは時間が流れてなかったんだな。これが記憶を埋め込む能力の欠点か。おい、記憶は追加で埋め込まれるものだから、埋め込まれた側は1日に24時間以上のことを経験することになる。でもその追加分の記憶の中で時間が流れちゃったらすぐ違和感に気づくだろうな。例えばこんな疑問が浮かぶかもしれない。なんで自分は同じ時間に2つの物事を同時にやってるんだろうって。その違和感をなくすためにある時間帯を丸々埋め込むんじゃなく、ある時点だけを記憶に埋め込んでるんだ。ダンスライフがじ？は？あ、ダンスライフがじ？ダインは少し前に記憶を埋め込まれてた。けどもしかすると、ダインに埋め込まれた記憶は一つだけじゃなかったのかも。Dan Slav kan dia kenal orangnya. Katanya pernah apa ngambil mata enggak sih? Iya. Kok salah sih? Apa atau sa? Sora no iro wa kanojo ga itte ta jikan to ichi shiteru. Ah, omoidashita. Atosa wa tashika ni sou itte ta na. Sou ieba ano hito to hanasu no wa itsumo konna yugure doki datta.今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。うわ、間違いない。ここはアトッサの記憶だ。よだ、プギラカポーンがてめからぎすりんちゃすりんちゃちゃりただな。アトッサとあいつはきっと一緒にあの木の下にいるはずだ。Ya, bergegas, bergegas. Bergegas, bergegas.
Nah itu orangnya. Orangnya itu bukan sih. Jeito oba-chan ga ne, wakai koro ni yatte ta yōhei no kuse ga nukezu ni tsui itte shimau dake nano. Dakara wazato kodomo tachi o kowagarasete ru wake janai mitai. そういえば、いつも私ばっかり喋ってるよね。あなたのことも教えてほしいな。何か話したいこととかない？もし何も思いつかないなら、その、私のことをどう思ってるか教えてほしいな。君は芯が強くて、それでいてすごく繊細な子だと思うよ。これから素敵な人にたくさん出会って、とても幸せな生活を送ることになる。僕のことなんかすぐに忘れるくらいね。あれ、あそこにいるのってあなたのお友達？記憶の中のアトッサはまだオイラたちのことを知らないんだよな。うん、友達だよ。きっと僕を探すためにかなり苦労したんじゃないかな。だからごめんアトッサ、さっきの続きはまた未来で話そう。まずは友達をもてなさないと。未来か。うん、いいよ。じゃあ私先にビマラ村に戻ってるね。またゆっくり話そう。君に会えて嬉しいよ、旅人。僕たちが会うのはこれが初めてだよね。Emang gua pernah lihat dia. Kamu...Siapa ya? Kaliber Alberis, kayaknya Alberis itu yang bikin albedo bukan sih? Dia yang bikin albedo enggak sih? その極限の悲しみから生まれて、あの子は運命のショックになる。アビスの力を盗んだカンルイヤの五大罪人の一人であるダインの兄。Enggak, bukan kakaknya Dean ini, bukan.アビス教団の創立者で不死の呪いを解いた男。Enggak sih, harusnya yang ini sih, ya enggak sih? その極限の悲しみから生まれて、君はカリベルト・アルベリヒだね。え？僕のことを知ってるの？驚いた。君とは初対面のはずなのに。あ、そっか。記憶のおかげだね。血縁者の記憶を通して、あの頃の僕に会ったことがあるんだ。ここはアトッサの記憶で、もともとは彼女にお別れを告げに来たんだけど。場所を変えよっか。さよならの挨拶は。メッセージをいくつか残すとしよう。Kaliber Abyss tuh yang dia tuh yang jadi Hillucher nggak sih, yang buka topeng itu dia jadi manusia nggak sih? Iya nggak sih? Kaliber Abyss yang itu, kalau nggak salah dia tuh satu keturunan sama si Kaya nggak sih? Sama-sama Abyss nggak sih? Nah, nggak tahu juga sih ya. Berjalan di atas air. Ini di mana?
tempat apa ini? 僕の意識空間、そう理解してくれていいよ。僕が現実世界に存在してないことは、君たちももう知ってるでしょ。Kayaknya kamu capek sekali. 大丈夫。お客さんをもてなすくらいの力は残ってるから。ずっとこういう風に君と話したかったんだ。やっとその願いが叶ったよ。Kalau gue nanya apa yang terjadi denganmu, kayaknya nggak terlalu penting. Roda takdir itu sebenarnya apa? 極限の悲しみと苦痛、血に流れる希望と開墾、そして常識では測れないアビスの力。父さんはかつて言った。これらすべてを揃えた時、僕は運命の食器になれるって。でも実際、僕は運命の食器になれたとは言えないだろうね。運命の食器はただ、僕を利用して、組み上げられただけなんだから。その瞬間、カリベルト・アルベリヒという人間は、死んだんだ。今、君の前に立てるこの僕も、ただ運命の食器の中に残された、一つの意識に過ぎない。運命の食器は血脈を紡ぐことのできる機械なんだ。Menenun ley line。初期段階では記憶を作ったり埋め込んだりすることしかできないけど、運命の食器が完成に近づくにつれ、その機能はますます強化されていく。そう、本物の血脈を紡ぐことさえできるようになるんだ。そして運命の食器が完成し、血脈さえも紡げるようになった時、記憶に影響を与えるような初歩的な能力は消え、運命の食器は正真正銘世界規模の道具になるんだ。Jadi itu sumber kekuatanmu untuk menanamkan ingatan. 運命の食器が出来上がるまで、この未完成品の操作権限を僕が持ってるのは、ある種の埋め合わせといったところかな。だってこれのために命を捧げたんだからね。Tapi kenapa kamu tanamkan ingatan tentang dirimu ke ingatan warga desa Vimara? Oh, それについては。僕のわがままでみんなに記憶を入れてしまったんだ。君にも、ビマラ村のみんなにも、迷惑をかけてしまったね。ごめん。僕はただ、僕という人間が存在してたことを、みんなに知ってほしかったんだよ。まるで、この世界を生きていたかのようにね。Jadi gitu ternyata。Ya, semuanya ada artinya. Apa benar hidup di dalam ingatan orang termasuk hidup? Kimi ga ima kangaete ru koto wa daitai wakaru yo. Boku ga muimi na koto wo yatte ru tte omottan de sho. Demo boku wa hontou ni kuyashikatta nda.もしこの世界をちゃんと生きていたら、もし自分の人生があったら、みんなの目に僕はどんな風に映ってたんだろう。それをどうしても知りたかった。アマディアじいちゃんにバハラーム、ジェイットおばあさん、それにアトッサ、災いも呪いもなく、ただ静かな村で、みんなと平穏に暮らす。その時、僕はどうしてるんだろうって。それが気になって、自分の人生を歩んでみたくなったんだ。だから、自分勝手なことをしてしまった。たとえ僕の生きた痕跡が、人々の記憶をつなぎ合わせて、ようやく形になるものだったとしても。
見苦しいよね。僕はもうとっくに死んでるっていうのに。僕の命は8歳で終わりを迎えた。大人になる機会なんてなかった。精神年齢だけが無意味に成長してる。この大人になった姿も父さんの見た目から想像したものに過ぎない。Tahu tidak, semua orang tuh mencari kamu, tahu? Hmm, setuju. Demo, boku ni wa doushiyou mo dekinai. Moshi genjitsu sekai ni sonzai shita nara, boku datte totsuzen minna no mae ni arawarete odorokasetakatta sa. Kalau aku tidak salah, meski kamu cuma ada di dalam ingatan mereka, keberadaanmu sangat menyenangkan hati mereka. Semua orang yakin dan percaya kalau kamu pernah ada di antara mereka. Kok ya doang sih? Nah, karena si orang hilang sudah ketemu, kita lanjut ngobrolnya lain kali aja ya. Dan masih belum, pokoknya Dan tuh masih perlu bantuan saya gitu. Mako no tsurugi, Dain Slave sama no koto wa? Ah, sochi wa mou owatta hasu da yo.行く必要はないと思う。それさえ、まずね。うん。だって僕はもともと記憶の中にしかいられない存在だからね。こうして君と意識空間で対等に話せてるということは、つまり運命の食器がもう完成したってことだ。俺は大丈夫、すんぽるな。はあ？ダインスレーブ様のことなら心配ない。無事だよ。目を失ったのは僕が彼の計画を当てたからだ。あの目はダインスレーブ様の体内に隠されてたんだよね。おそらく彼の当初の計画はアビス教団の策を逆手にとって偽の隠し場所に誘い込み、再び姫様に会うことだったんだろう。そして幸運鬼の目は君に預け、先にそこから離脱させる。そうすればダインスレーブ様は自分の目的を果たすのと同時に目の安全も確保できる。うん、とても周到な計画だね。Tapi Dan tidak pernah memberikan mata itu kepadaku。そう、それは彼が渡したと思ったからだ。Kamu yang melakukannya, tapi kapan? Kimi tachi ga nise no kakushi basho ni hairu mae da yo. Mate, tabibito. Dou shita no? Isogo, hairu zo.Oh, yang waktu kita masuk ke domain tuh di awal-awal. あの瞬間僕はダインスレーブが旅人に目を渡したという偽りの記憶を埋め込んだ。急いでいたからダインスレーブ様はそれを信じ込み、何の違和感も覚えなかったよ。ごめん、どうしても運命の食器を完成させないといけなかったんだ。そのためにはあの目が必要だった。Karena sekarang roda takdir sudah sempurna, terus apa rencanamu? 別に隠すつもりはないけど、実は僕も姫様の目的を知らないんだ。テイワットの地脈体系は星の深くに根を張ってる。新しい地脈を想像したところで、元の地脈に取って変わることもできなければ、それを伸ばすこともできない。殿下が考える計画の前では、僕はあまりにも小さい存在だ。
その全貌を覗くことなんてできない。でも少なくとも僕は運命の食器で自分の目的を果たせた。tujuan mu? うん、覚えてるかな、僕の父さんコロタール・アルベリヒのこと。記憶の中であの人に会ったことがあるよね。ヒルチャールだった僕はアビスの力によって知性を取り戻した。あの瞬間、言い表せないほどの恐怖と焦燥感がこの胸に湧いたんだ。そんな僕を父さんは物語でなだめてくれた。ここは童話の世界であり、僕はただ小さな怪獣の姿になっただけだってね。一瞬ではあったけど、あの話は確かに僕の恐怖を和らげてくれた。僕の目的は至ってシンプル。運命の食器が完成する間際、記憶を想像する機能が最も強くなったタイミングで、全てのヒルチャールに偽りの記憶を埋め込むことだ。僕は父さんのようにその記憶で彼らに童話、愛、それから僕たちに関する物語を聞かせた。僕には世界を変えることなんてできない。現実世界の存在すら失った僕からすると、これが最も有意義なことだった。Mungkin saja aku rasa semua ini ada maknanya。僕は運命の食器に残ったわずかな意識に過ぎない。だから、本来ならずっと前に消えてしまうはずだった。この目的があったからこそここまで持ちこたえられたんだ。こうして寝る前の物語を語り終えた以上、もう休まなきゃね。主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら私だってお兄ちゃんを抱きしめてた。少しお話ししよっか。Kita mau nanyain apa ya? Kenapa kamu jadi jahat-jahat gitu? Tagas, kita ini dulu. Kayak gini lebih cocok nih. Nanti jadiin foto guys. Di foto aja guys. Keren soalnya ini. Bener sih, aku nyaris tidak percaya yang barusan itu sungguhan. ラインとの戦闘のことね。まさか私に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の私でも
末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらね。Jadi rencanamu gimana? Mau diapakan roda takdir itu? そうだね。運命の食器。実はその機能を完全に生かす方法は今も見つけられてないの。でもまだ時間はある。天理が目覚めるまでね。Prinsip langit masih tertidur. 500年前にカーンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分の神倉を壊したのをお兄ちゃんも見たでしょ。規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の私たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。Kamu benar-benar benci sama prinsip langit ya? まあそう言えるかな。ほらカリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今私たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったでしょ。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った？もちろんこれはほんの一例に過ぎない。私が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。お兄ちゃん、この世界じゃそういう風に俺を呼ぶのは蛍だけだよ。本当は蛍に聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないんだ。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてる？ずっと昔私たちが一緒に他の星々を旅してた時、お兄ちゃんはこう言った。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってたの。これってただの偶然だと思う？それって私だってずっと思ってたんだよ、お兄ちゃん。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないの。ましてやお兄ちゃんのこととなるとなおさらね。空間が一体何が？主がいなくなったからもうここを維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないの。カリベルトが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。すべてあるべきじゃなかった。私たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く出てくれなかったの？Dia terakhir bilang apa sih Lumine itu? Kok nama kita tiba-tiba jadi Aether sih? Kan pakai nama gua gak sih? Kocak deh. Gua ganti nama coy tiba-tiba.
頭がぼーっとしてるぞ。お前より少し早く起きたからビマラ村のみんなに話を聞いてきたんだけど、どうやらオイラたち昨日村の近くで眠ってたみたいなんだ。どんなに呼んでも起きないから村まで運んでくれたんだってさ。あ、それとさっきダインが来てたぞ。怪我をしてるみたいだったけど、お前の無事を確認した後何か考え込みながらここを離れてたぜ。大丈夫かなあいつ。Ya kan orangnya emang gitu. Aku masih belum bisa berpikir jernih sekarang sih. Ore? Soyaba. Kyoku no noko de oira tachi dareka ni atte ta ki ga. Tashika Kariberto tte yonde ta yo na. Soitsu ga oira tachi no sagashite ta shissousha datta no ka? Sono ato dou nattan dakke?Hebat, dan aku sempat ngobrol sebentar. Dia tuh cerita tentang roda takdir. Habis itu, waduh, aku nggak inget. Yang mainnya sih masih inget sih. Oi, koko ni ita no ka? Yoku nemureta ka? Bohlomu? Soto kara modotte kita mitai da kedo, nanka ii koto demo atta no ka?そんな嬉しそうな顔しちゃって。いいこと、ああまあいいとも悪いとも言えるな。昨日のことなんだが、ビマラ村でも捜索チームを組むことになったんだ。君たち冒険者に丸投げするのも良くないってことでね。それで失踪者を探していたところ、急に思い出したっていうやつがいてな。話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下を通ったら、例の失踪した若者を見たって言うんだ。そいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、彼を起こして連れて行ったそうだ。家族揃って満面の笑みでな。その話を聞いて次第にみんなも思い出したんだよ。まったく、どうしてこんな大事なことを忘れてたんだろうな。ああ、そうそう、失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね。変わった名前だろ。もっと早く思い出せてたらよかったんだが。Memang nama yang unik. Kali ini jangan sampai lupa lagi. この先の未来をあいつが楽しく過ごせるよう願ってるよ。そうすれば私たちも安心だ。みんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。とにかくこれで事件も一件落着だ。カリベル menghilang, roda tadi sudah selesai. Tidak ada lagi yang akan mengubah ingatan penduduk desa. そういえばアトッサはどうしてるかな。あいつの様子も確認しといた方がいいんじゃないか。もし思い出せてなかったらオイラたちが教えてやろうぜ。村にはあいつの姿がないみたいだし、きっとまたあの木の下に行ってるんだと思うぞ。行ってみようぜ。cari Atosa kali karakter aja nggak sih yang nggak ribet。風よ、散れ。貸し跡さんに。お父さん、何ぼーっとしてるんだ。あ、
あなたたち。よかった。ちょうどお礼を言いに行こうと思ってたんだ。私も捜索チームに参加しててね。途中でカリベルトさんのことを思い出したの。はぁ、こんなに大切な思い出なのに、なんで忘れてたのかな。Mungkin dia yang minta dilupakan. Aku yakin dia tidak ingin kamu melupakan. Aku yakin dia tidak ingin kamu melupakannya. 確かにそう言われたことがあったような。いつ言われたんだっけ。まあいいや。人生は思い出からできてるものだから、彼と過ごした日々はもう私の人生の一部になってる。あの人に出会えたことを幸せだと感じられてるんだから、それで十分。未来のことなんて誰が気にするの。はいはい、認めるよ。今のはただ強がっただけ。私って実は振られたんでしょ。じゃなきゃどうしてカリベルトさんはさよならも言わずにそのまま行っちゃったの。Aku yakin dia punya alasan sendiri. 別に慰めなくていいよ、大丈夫だから。カリベルトさんがいつも言ってたように、思いもよらないことが起こるからこそ人生は尊いの。でももし彼にその気があったら、やっぱりたまに会いに来てほしいかな。ここ数日本当にお疲れ様。私はジェイットおばあちゃんのお手伝いに行くから、二人ともまたね。これでいいんだよな。みんなの生活も元通りになったはずだし。あ、そういえばさっきお前が言ってたけど、カリベルトと話した後何があったんだ。感動。写真か？誰からもらったんだ？見せてくれ。ハハハ。Jangkrik lucu juga. Foto berdua anjir. Aduh, baca. Keren tau fotonya.Kalian berdua ya, akur ya, kalian itu berdua saudara. Nah, untuk nanti kita bakal otw ke Tantlannya nanti ya guys ya, karena kita harus balik lagi ke Fontaine. Tapi karena kita ada di Sumeru, kita bakal kelarin dulu story questnya ya. Ya cuma dua doang kok, santai aja sih. Paling di totalin 5 jam lah. Habis itu langsung kita ke Archon Quest lagi buat kelarin story-nya Archon Quest Natlan gitu ya. Habis Natlan kita baru kelarin event-nya. Soalnya di sini juga gua juga belum ngambil karakternya juga nih. Nah, ini ada tinggal 8 hari lagi jangkrik ini. Gua sempet apa enggak ya? Soalnya gua juga lagi malas main juga sih. Tuh 30 hari lagi.Ini 9 hari lagi, no. Ya, thank you guys yang nonton. Kita lanjut lagi di publik aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau diskusi, komen aja guys. Nanti gue bakal bantu bahas kok ya. Sekian dulu dan sampai jumpa. Bye-bye. Rating untuk story ini 9/10 lah ya. Dah.